お疲れ様。ああ。思い出した。今度は何だ。愛情がないわけじゃないのよ。あなたもフェローを育てようとしてる。まあそのやり方が正しいとは思わないけどね。どんなに正しいことでも言い方を間違えれば相手は傷つくわけだし。あともう一つ思い出した。黒田先生によくやったって言われた時すごく嬉しかった。信頼できる上級医からのよくやったってフェローにとっては魔法の言葉。悩みも疲れもその一言で吹き飛ぶ。お先に。親の心子知らず。確かにそうだ。でも親だって子供の心はわからない。優しくすればいいのか厳しくすればいいのか実際よくわからないし、